さあ、今回はね、こちら、ギヌ隊長を使っていこうと思います。いやー、まさかの復活持ちでね、実装されてましたが、まあ、性能軽くね、触れときましょう。ゆるじゅんの時にあんまり解説されてなかったんで。復活前が、必殺、特大ダメ、ヒット時復活確率 10% 消去負荷、ブラインドですね。うん。そう、この子ね、元々の復活確率が 30% しかないんで、こうやってね、いろんなことを積み重ねて復活確率を上げてって感じですね。で、特殊でアーツドロー、気力回復、大凶ダメアップ、復活確率 10% 消去負荷、気力減少、敵全体に待機カウントが2カウント延長の能力低下なんで、待機不要ではないんでね。うん。で、メイン、10カウント経過で使えて、1枚吐き必殺ドロー、気力回復、余ダメ 15% 消去負荷、能力低下状態上解除、復活確率 20% 消去負荷なんで、まあ、これはなるべく早めに切った方がいいですね。余ダメも 15% 消去負荷乗るんで。で、最初はね 30% の確率でボディチェンジして復活してって感じなんですが、いろんなね、まあ、条件満たして確率上げようって感じの性能ですね。で、バトル開始時余ダメ 90%、 火ダメ 65% カット、ドロー速消去負荷1段階、気力回復 50% で、フリーザ編かギニュー特選隊が編成されてるごとに余ダメ 20%、 気力回復度 20%、 復活確率 10% ですね。で、待機カウント2、1カウント延長の能力強化、強くない？これ普通に。で、打撃射撃使用時、体力回復、気力回復、余ダメアップ。で、打撃カバチェン持ち、敵の攻撃を受けると、アーツ1枚破棄して、特殊ドロー。1回まで、気力回復、復活確率アップ 15%。味方の待機短縮とか、場に出たら気力回復20、余ダメ 50%、15カウント。まあ、これちょっと、消去負荷じゃないんですけど。で、あとは味方が落ちてると復活確率上がったりとか、経過カウントに応じて、さらにね、ドロ速だったり、体力回復、気力回復速度が上がるっていうね、キャラクターです。ちょっと長いけど、復活後も解説しておきますね。必殺が遠距離系になって特大ダメージ、ヒット時圧全破棄、能力低下、能力強化状態上解除。で、ファイティングポーズですね、特殊が。カードドロー、気力50回復、敵全体に火ダメ 30% アップ、ドロー速1段階ダウン、回復非回復量 100% ダウン。この回復ダウン 100% が全体っていうのが面白いね、強い。で、復活後10カウントでメイン溜まって特殊ドロー、気力回復、余ダメ 20% アップ、ドロー速1段階20カウント。なんでこれうまく使うことでドロー速3段階で殴れるんでね。すごい面白いですね。で、復活時4ダメ 50% さらに上がってコストダウン。で、さらに場に出たら、1枚ドロー、気力30回復、必殺4ダメ 50% アップ1回に持ってて、打撃射撃使用時気力回復4ダメアップ、アーツ破棄。で、打撃カバチェン持ってて、敵が交代すると気力回復、場逃げ 50% を、5回回復持ってますね。まあ、ウィスとか半壊ザマスとか、ああいう感じの体、まあ、下げてきたら場に回復っていう性能なんで、知らなかったら結構ね、やられちゃう性能なんで覚えておきましょう。で、気力回復。で、こちらもね、さっきのバトル経過カウントに応じての能力持ってるんで。まあでもね、すごいね、復活持ってて、ドロ速すごくて、火力も出せそうで、強いのは強いんですけど、特化は無効がないのがちょっと残念。特化は無効あったらマジでね、ぶっ壊れたと思うんですけど。ということで、今回こちらのね、まあフリーザ軍パーティーで、復活2枚のね、やらしい編成で遊んでいこうと思います。クソソソ来ちゃった。こいつやばかったぞ、確か。で、隊長のね、復活確率上げたいんで、初手から出していくかな？うん。出そうか。いや、ベジブル入りの再生か。こいつなんだっけ？メモしてたっけ？メモ帳、間に合うかな？いや、メモしてなさそうかな？どうだっけ？うわ、メモしてないわ、この人。けど、ブーの範囲特集してくるのはわかる。あ、範囲特集ぶっぱね、してくるのはわかるんで。お願いします。あ、 BGM 確定じゃないんだ。はい、カカーン、オッケーバカかな。ほいほいほい、よいしょよいしょよしよしよし。ドロ速2段階ダウン強いね。お、メイン切ってくんだ。回避圧ね、オッケー。待って、あー、判定入んなかったんだけど、最悪ー、最悪すぎー。遠距離。あ、待って、ぶっぱくる。待って待って待って、下がれ。ちょ、ラグいよ、君、ラグいよ、ちょっとラグいよ、君。ちょっとラグいよ、君。やばい、泥速2段階になっちゃった。ちょっとラグくない、君。大丈夫？ちょっと痛いんで、復活下げるか。いや、ちょっとラグ、今、普通に、繋げたかったんだけどな。最悪なんだけど。今跳ねた？跳ねてたわ。さあ、復活確率ゴリゴリ上げまして。怖すぎるー怖すぎるー。あ、待って、カウンター持ってないよね、さすがに。
確率上げていくか。あ、待って、そうか。突進系だった。オッケーオッケーでもいいよ。カウンター狙ってましたね、やっぱり。ブラインドして、おーおーおー、なんだなんだ、オッケー。俺コロ出してくれん。いや、もうこれ撃つわ。あ、待機短縮あるわ、忘れてた。あ、おバカで助かった。完全脳バグってる、俺も。よしよしよし。隊長かっこいい。今回の新キャラね、演出がめちゃくちゃ凝っててね、面白いですよ。復活確率今何パーなんだろう。あー、普通に耐えられたわ。ずれそう。ちょっと本気を出してあげようかな。いやー、まあ、いいや。でもそいつメインも切ってるからね、怖くないよ。すげえやらしくね、この編成。いやー、持ってるか射撃。いや、まだ持ってんのかお前。え、あ、いいよ、復活できるから。さすがにもう結構溜まってるでしょ、ポイント。復活確率ポイント溜まってるでしょ。あ、読んじゃったー読まなくていいとこで読むんだよな俺は、本当に。あ、遠距離は確保ですよ。はいはいはい、こっちで行こうか。よしよしよし。ちょっと余ダメ稼ぎたいんで必殺で行こう。これ復活で逃げ回ってもいいね。余ダメで勝てるよ。少しおまけをしておきました。この人見分けできないと思うけど怖いな。 2V1 でかけてきそうで。待って待って、ミスったミスったミスった、ごめんってごめんって。そんなことしてくんのか隊長。変えてこないのか。なんだそのステップは。どっけ、ブーのメインまで切らしたいな。いやー、切らんか。あ、オッケーオッケー、メインまで切ってくれた、ありがとう。よしよしよし、これはでかい。気力どうだろう、あるんかなこれ。ぶっ破してきそうなんで、ちょっと差があるか。耐えないか、ギリ耐えそうだったのワンチャン。濃流さん、遠距離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 。オッケー、さあ、拡散取りまして。わかりやすいな君。いやー、入れ込むよね。オッケー。あ、お前突進系じゃないやんけ違う、遠距離系じゃないやんけ。なんか、義乳突進系ってめっちゃ違和感あるわ。ごめん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 。いいや、復活させたいから。何してんのお前。もうお互い脳がバグってます。こんにちは。ごめん、なんか予約しちゃった。回ってんのか。最速。待って待って待って、ごめんって。甘えすぎや、それは。お兄さん。回避見て一つ。いや、即してくんの強きすぎいいよ。さあ、カエルちゃんになってもらいましょうか。あ、カエルちゃんじゃねえわ。さあ、ボディチェンジで、悟空義乳になっていく。これでも特殊持ってる可能性あるからね。かっけえ。あ、全部即か、オッケーオッケー。いや、なんでもない。これ今、泥足めっちゃつけれるよ。あ、体重でバニ回復だ。強い、ナイス。で、ここも下げるんで、バニ回復する。抑えるか。オッケー。ちょっと俺も脳バグってる、初めて。ちょ、初プレイなんで。お粗末なプレイ許してくれ。目に切ってくんのか。甘えすぎや、お兄さん、それは。それは、お兄さん甘えすぎや。あー、勝ちました。対戦ありがとうございました。
まあでもこれ復活2枚のいい味出せたんじゃないですか。ちょっとギニューの復活失敗バージョンも見たいんだけど、失敗バージョンはショートであげようかな。あとは逃げればいいんで。はい、ようやくね。オッケー。ちょ、ギニュー隊長の、あ、面切ってたわ。泥足2段階見たいなとか思ったけど。泥足やばいわ、見て。こいつやばいな、泥足。で、回復ダウンつけれる。すごいな、コンボ力。めっちゃ余裕で勝ってたわ。オッケーオッケー。かっこいい。さあ、お願いします。相手は未来ですね。これちょっと自爆ベジブル気をつけたいんですが、復活2枚いるんでね、自爆ベジブルめっちゃ対策できるよ、これ。さあ、お願いします。楽しいな、でもギニュー隊長。面白いわ、本当に。後半のコンボ力やばいし、まあ、徳川向こうほんと持ってたらちょっとすごいね、強かったと思うんですけど、まあ、でも復活持ってて、ごくりと絡められるっていう時点で、悪くはないか。おもろいな。他の特戦隊もね、ちょっと使うんで、避けたいんよ、15% 増えるから。避けたいんよ。避けたいんよ、俺は。じゃあ撃つわ。じゃあ抑えるわ。避けたいんよ、お願い、避けさせて。いや、行こう、これは。オッケー、危ねえ、ねえ、ねえ、ねえ。ほいほいほい。さあ、ゴリゴリ行きます。よいしょして。今、ギニューなんだ、35、ん ?45% ぐらいか。え、そんな受けてくんの?マジで?踏ん張り剥がれちゃったよ。さあ、行きましょう。ここで、復活確率をゴリゴリ上げていくと。で、ブラインドよ、ここ。トカクに行こう。ああ!マジでお前やるな!え、マジか?間に合ったのそれ。いやー、痛いけど、まあ、復活なんで、全然受けよう。こっち出そうか。あ、さっき入れるけど、泥足2なんだよな、今。この子。やばい、気絶怖いな、ちょっと。ちょっと気絶負け筋なんで、こっちで受けよう。これ、ベジブルクソ温存してるやん、相手。腹パン射撃いこうか。ラッキー?これ、撃つか。あ、ザマス捨てるんだ。でもいい、これ復活2枚マジで刺さってる。相手めっちゃ狙ってる、自爆ベジブルのこと。めっちゃ狙ってるの丸分かりなんだけど。復活でしっかりいなせるんでね。でも今さ、多分 15% の 10% の 10% だから35の 65% だと思うんだよね。もうちょい稼いときたいな。跳ねた!でかっ!なんで跳ねたそこ。跳ねる意味あるんかな?いける。避けたいな、15% 増やしたい。オッケー、でかい、隊長、ナイス!あー、出してくるか、ここで。すごい、コンボ力すごい!強い手か。待って、火力やばい、火力やばい、普通にやばい。やばい、やばい、やばい、強いんだけど、普通になんか。いい火力してるやん、隊長。さあ、セミ出てくる。いけるかなこれ。危険か。待って待って、なんか出てきた。抑える。あ、もあるよね、さすがに。でっかっ。よーし、隊長ナイス。スクショしとこう、ポーズ。あ、さあ、ラスト。お、これ紫通ってるね。え、ワンチャンこうのがいい説あるかな。いやー、でも復活2枚陰キャしたいんで僕、これでいきます。さあ、お願いします。これなんだ、ダブル身勝手プラス極振りか。うみな、思った以上に強いわ。うん。復
活持ってて泥足こんだけもらえて殴れるんでね、しっかり。か、面白いわ、ほんと。さあ、ラストお願いします。たっぷりと可愛がってやるぞ。待って待って待って、ミスったかも。オッケー、ラッキー。さあ、オラには勝てねえして、いや、それ破棄されんのか。打撃アンフルから射撃合わせてくれたらお前のこと大好きになる。あ、お前のこと大嫌いかも。速回火読みで。いや、マジか。フリーザ様おもろ。おもろいな。いや、もらうか。なんか見えろ。回避圧くれ。じゃあお前が最強ってことにしとく？このゲームで。面切ってくる？じゃあお前がこのゲーム最強ってことにしときましょうか。なんだそのブースト。なになになに、本当にやめて、本当にやめて、本当にやめて。遠距離で、はい、分かってますよー。絶対裏出てくる。さつると。失礼しまーす。おもろ。さあ、ブラインドしまして、跳ねたい。オッケー、ブラインドだから跳ねたいよね。体調クソ強いじゃん。ナイス。いいよ、いいよ。体調強い。127ね。これゴリゴリいけるぞ。いけ。ナイス、体調が繋いでくれた。つえ面白い本当に。待って、終わったかも。おわ、長い、強すぎる。外すよ。いや、待って、外したつもりなんだけど、最悪。もうそれは打つよ、さすがに。かっけえ、ライジングの時のポーズ。いいね、おもろいわ、めちゃめちゃ。しかも強いしね、普通に。いいね、ブラインドからの復活フェーズのキャラチェンメインで。あっこできたのクソかっこいいわ。え、圧覚えてないでしょ、どうせ。バカだから、こいつ。よくない！どっちの復活機で最初に。いや、それは出すよ、さすがに。よしよし、止まる。復活2枚エロいでしょう。回避圧くれ。回避圧くれ。あーあああ、頭大丈夫ですか、お兄さん。お兄さん、頭大丈夫ですか。お兄さん、頭大丈夫ですか。いや、特殊で特化無効とかあれば本当によかったわ。出てくるんかな、これ。ちょ、キモいから前出しでいっとくか。極み落とせん、ワンちゃん。あー、そのわけるか。バチーン。で、ブラインドした。ヒット確認、くそ、お前強気や。ここは隊長の復活切りましょうか。うんうん。さすがに、もう溜まってるよね。100%。よっしゃー。かっこいい。回避圧くれ。いや、もういいです。あなたが最強です。オッケー。いや、もう最悪、全部噛み合う、こっから。もう分かったよ、君が上手いのは。分かった、分かった、本当に。もう一番上手いから。すごい、すごい、すごい。まあいいや。ああ、もっとまあいいや。こいつ一枚いらんからいいや。ちょっと今ミスったな。いろいろと。もうちょいやり終わった。通常、遅れたを出すの。必殺引いてるとかないよね。オッケー。
危なーい。オッケー落とせキーニュー。バニ回復すごい、反転したからバニ回復したよ。え、やばい、これ遠距離来るんじゃない、ワンチャン。オッケー、バニ回復してるんですよね。しかも泥足やばいよ、ここ。やば、強っ。やばい、強い、ナイス。いや、いいね、ギニューいいよ、めちゃくちゃ面白いわ。ということで、隊長をね、使ってみたんですが、普通に強かったね。やっぱ復活持ってるし、うん、コンボ力やばいし、ごっくりと組み合わせれるし、まあ、弱いところはないね、さすがに。ということで、まあ、残りのね、ジースバータとリクエムグルドは一緒に使おうかな。で、最後、今日なるべく、多分あげれると思うんですけど、全員のね、まとめて使ってみた動画、特選隊パーティー動画も撮ろうと思うんで、よろしくお願いします。お疲れ様でした。